お前イカサマしてるだろ。俺を騙そうとはいい度胸だ。金を返しな。じゃねえと俺とダガーがぶっ刺さることになるぜ。あちょっ、おっそすー、カードシャーク続きいきます。マイクロベーサーどうぞよろしく。さあ続きやってまいりましょう。前回この宿屋までクリアをしたんで、館とここやね、高等法院のカフェ、ここを多分行けばいい感じなんでしょう。最低金額みたいなのがなんかあるからね、なんとなくこっちの方が少ないからこっち先行きましょう。これからトゥールーズに向かう。今まさに歴史的な熱狂にさらされんとしている街、稼ぐには最適だな。そうなの？あるプロテスタントの商人がカトリックに改宗しようとしていた息子を殺したそうだ。はあ。思考の偏る者は抽象され、人々は憤り、貴族は疑心暗鬼に陥っている。フランス人のやることは往々にして乱暴だが、効果的な面もあることは否めない。裁判は明日から始まる。町全体が騒がしくなり混沌とするだろう。この機会を逃せはない。あ、手品師からデッキのカードをずらす技は教わったな。はい。何ちゅうかおしょって今あの技は様々な戦術の土台となるが、欠点がないわけではない。そもそもテーブルの上でデッキをいじることには大きなリスクが伴う。とはいえ、それ以外にどうやってカードを仕込む方法があるだろうか。あ、私がフルハーベストと呼ぶ技がある。お、また新しい技ですか。これはテーブルの上のカードを自分が有利になる順番でかき集めることでなされる。あ、自分がディーラーだったらどのようにカードを配っていくか想像してみろ。私はお前の右側に座っているから、配られるのは最後。あ、左から配るってこと？時計回りってことか。そしてそこに強いカードを持っていきたい。うん、配った時に私に強いカードが行くようにカードをかき集めてみろ。え、あ、こっから選んでいくの？取って、取って、あ、違う、そのカードではないぞ。右から左に向けて、え、カード集めるんだ。もう一度やってみろ。右から左に向けて、右からこう、いや、もう違うやん。その束を取るのは今ではない。私の元に強いカードが来なくなるあ、手元で何とかできんのこれは。あ、これのこ、はい、違うね。あ、最後に高い値のカードが来るように束を集めていくんだ。分かってるって。これの、まあ適当に取って、はい、でこっちのこう、こういうことか。完璧だ。これでお前が配った時に私の元に強いカードが来る。理解できているようだな。いやー、そんな簡単にいきますかね。しかし実際の状況はもっと複雑だ。テーブルにはもっと多くのカードが散らばっているですよね。そして私は強欲な男でな。あ、今度は3枚のハイカード、ジャック以上のカードが私に配られるようにしてくれ。うわー、何それ。とりあえず適当にまずこの辺のやつ取って、でキングが1枚だけは逃げろ。ここに、よいしょっといいのか今のは。でさささっとって、これのこれか、こうか。あ、違う、ちょっとむずい。俺のカードの拾い方が下手くそなだけじゃんこれ。もっとなんとかできんのか。もう一回お願いします。
わ、さっきと違う。え、あいつに強いカードが行くように。でも、あ、ん？これは？これを試しに取ると。違うんかい。全然わからへん。ん？とりあえず一旦この場を流さなあかんよね。流しまーす。これはちょっとわけわからんな。これのこういうふうに4枚やってて、こう取ったらできひんのかい。もう全然できひんやんけこいつ。ちょっともう一回もう一回最初から。最初からしか無理なんでしょこれも。もう一回ミスったらもうその時点でそうじゃないって言ってくれへんかなこいつ。そうじゃない。分かった分かった。はい。これまず取っていいよね。で、こうあった場合、これのどっちを先に取るかっていうのを選ぶのか、これ。こう、こうやって取ったら？なんで逆にするかな、お前。どうやったら、俺がやりたいように、できんやろうな。ここにこうやってやって、こうすると、違うな。俺の思った通りならへんな。ああ。もう一回教えてくれません？テーブルの上のカードを集めていく。うん、それはわかる。集めるしかないわ。ここにこうやって4枚あります。こう取るとへえ、めっちゃむずいんす。むずいっていうか意味がよくわからない。何をどうやったら俺の選んだ通りにカードを拾ってくれんやろ。この2枚があります。やめとこ。まずこれ取って、この3枚はどうでもいいのよ。で、このエースとナーナイン9があった場合、スティックを右か左に倒すとカードを拾うのよ。ここで右をスティック倒すと、お、取った。なぜ？じゃあこれ、これも右にスティックを倒すと、よくわからんな。で次これ、これ取って、で最後まだ2枚やから、ここを左にスティックを倒す。ああ、なんとなくいった。いったけど、うまくできたようだな。では次のステップの説明にお願いします。これはテーブルからカードを集めたばかりの状態。ああ、これに手が加わったらどうなると思う？ん？私に配られるのは4枚目のカード。お前のおかげで全てジャック以上となっている。うん。だが当然ながらこの状態のまま配り始めるわけにはいかん。その前にシャッフルをせねば。はい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 。あるいはシャッフルをするふり。なるほど。お前にフォールスシャッフルの妙技を教えてやろう。上部のスタック仕込んだカード群は崩さずに一回シャッフル。シャッフル。これで我々の作ったスタックは下に行った。順番はまだそのまま。そして残りのカードが上に来た。最終的にはこの下の順番になっているカードをこの状態のまま上に戻したい。そのためにはこのスタックがデッキのどの場所にあるか分かるように目印、またか。陰軸ですね。ああ、聞いたことありますよ。はい。教わってよだな。陰軸。うん。今度は上に残った束をシャッフルしていけ。それで実際にシャッフルしているように見える。ああ、上はもう何回シャッフルしようか関係ないもんな。で、よし。では私にカットするように頼むんだ。我々はフェアで名誉を重んじるプレイヤー。
そして私は指を使って印熟されたカードを探り当てる。せこ。では下の玉を上に重ねて一つにしろ。フェアにするんやったらこれ全員に同じことやらせんとみたいにならへん？大丈夫？よくできたな。やろうとしていることは理解できたかな。捨てられたカードを我々が有利になる順番でかき集め、シャッフルするふりをして私にカットを頼む。テーブルの上にカードを広げるから練習してみるといい。いや練習もいいわ。これようわからんね。こう違う。あ、これをこうすれば違うんかい。ちゃうわ、あいつ2番目にいるやん今回。それは知らん。4番目にお前を4番目にお前がいるもんやと思ってたから。まだ続くのこれ。もうすでに無理やのに。インジョグでシャッホシャッホシャッホあいつに494が行くようになるで。ボロ負けすんだよあの人。おうどっかで間違えてるだな。ちょっともう一回だけやっとこう。今回はお前何番？4番目。その4番目にいるとかを先に言ってくれへんかな。これをこうでしょ。なんでやねん。わからんわ。もう一つわからんわ。やり方が思った通りにカードを拾ってくれない。これはまずいぞ。このままやと俺本番行ったら本番行ったらボロ負けするぞ。一応でも2枚いいカードいってるからいいんじゃないの。どこで間違えてるだな。マジ。今回はお前は1番目ってことはこれをこうすればいいよね。 OK。で、これをこうだ。違う。もういいわ。もう俺これ覚えられへん。俺の思った通りに全然カード拾ってくれへん。法則が分かりません。やりたいことは頭では分かってるけど、操作方法が全然分からへんこれ。あ、いいよ。うん、わ、説明聞くか練習するかしかないの？次行けへんのか。じゃあ聞いてあげる。うん。あ、そっから喋るの。うん。どうやってカードかき集めたら選択を解除。左のキングを先に拾うとはならへんやろ。これ左って押しても逆なのよな。なんかいろいろこれでスティックを右に倒すとあいつにキングが行く。それがよくわかんねえ。え、今これ何やってんの？まだお前にキングいったやん。これでいいんじゃん。あ、その束は取るのは今ではない。私の元に強いカードが来なくなる。え、ちゃい、お前の元にキングいってるやん。何を言ってんやこいつは。あ、最後に高い値のカードが来るように束を集めていくんだ。じゃあ、あの上の先頭にお前の写真があるのよ。やめてくれへんかな。一番最後に強いカードがいけばいいのね。いかへんのかい。これマジで全然意味わからへんわ。どっちのカードが後ろに行くかが全然。え、これ何回やんのマジで。え、もういいよ。もう次行こう。なんでこんな何回もやらなあかんねん。はい。いや、もういかへん。終わらへん、これ。めっちゃだるい。説明聞くんじゃなかった。あ、もういい。
やめたい。このトリックやめたい。切り上げて、あ、次進もう。ああ、次のステップ行こう。あれ、もっかい喋ってるこいつ。はいはい、聞いた。はい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 、はい、いいえ、知らん。陰軸なんて知らん。うん、オッケー、もう本番行こうぜ。全然俺の考えてる通りにカードが拾えないわ、ここで。この練習だけはでも、あ、なんかうまくいった。この練習だけはうまく、多分カードを拾ってあげないと次に行けへんのよな。こうやろ。よし、で2枚目に強いカードが来たらいいから。違う、これじゃない、これの、これのこうや。なんでやねん、なんでやねん。終わらへんこれ。何がしたいねんこいつ。全然うまくいかへんわ。いや、もう練習するしかないのか。これのこうすると、おーら、なんで逆拾うの。思った通り拾わへんのよなこいつ。おい主人公、お前イカ様向いてない。俺の思った通りに拾い上げてくれない。でもすでに途中で間違ってるって気づいてんやから止めてくれ。あー、もう成功するまでやらなあかんのか、これ。あいつにいいカードを持っていきたいから、これのこう、 OK、 これのこう。なんでやねん、なんで。なんなん。あー、すいませんな、なんか全然わからへんわここらへん。早く配れ、どうせやり直しなんでしょ。目開けろお前、まずは目開けたまえ。もう次行こうよ早く。まずはこのどうでもいいカードでこう。よし、なんでよしとか思わなあかんねん。これのこう、 OK。 で2枚目に強いカードが来なあかんのはこれでいいんじゃない。よっしゃー、いったー。シャッフォー、インジョーク、シャッフォーで、うんうん、ぽい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 、完璧。いや、これむずいって。むずいっていうか、操作方法がマジで、もうやらない。操作方法がマジで意味わからんかったぞ、これ。後頭本位が見えた。到着したぞ。この街は今殺伐としている。絶対に見破られるなよ。見破られる以前に、理解できてないぞ。あ、ギャンブラーダービーもびっくりなぐらい、全然イカサマできそうにないぞ。君はイカサマをやっているな。あ、どうした。否定する、そんな顔するんじゃない。いえ、どうか勘違いをなさら。あ、君たちと出会えて私は幸せだよ。何の話これ。というのは、貴族階級は詐欺師であふれているが、そのほとんどがろくに技術もない素人でね。
本物のイカサマ氏には滅多にお目にかかれない。ありがたいことではあるがね。ボルテール、この紳士たちを紹介させてくれ。なんやなんや。カフェに来たんじゃなかったっけ。どうした、君の遊びに付き合う時間はないのだが。彼らはイカサマ氏だ。それも凄腕の。イカサマ氏？それはまた、醜悪かつ興味深い存在でな。ムッシュ・ボルテール、それは心外ですな。私たちは単にカードの賭けの恐ろしさを教えて、その対価をいただいているだけです。美徳と道徳の拡大解釈というやつだな。貴族のそのロジックが正しいか試してみるべきかな。ああ？よし、もう一度騙してみてくれ。なんかわからんけど、騙してるみたいです。え？賭けんの？賭けすぎると超怪しまれんやんな。これぐらいにしとこうか。うわ、この時点でもう進んでいってるやん。まずはあいつに強いカードを拾い上げていかなあかんから、あで、え、これなら俺にも、あ、違う、それじゃない、あ、まあいいでしょこれあで、これをこう拾う。なんでやねん。うまくいかんな。ショフ。忍者。ショフ。エース2枚もあれば十分ちゃうんけ、でも。エース2枚やって負けるとしたら、お前が悪い気がする。ルーズ。マジか。おかしなことをしたようには見えなかった。ボルテール、君はどうだ？何も気づかなかった。それに勝ったのは君だ。悪魔の最も残酷なトリックは天使のふりをすることというがな。やべ。大丈夫か？ちょっと、さっきと同じ額かけて、とりあえず取り戻せ。今回は、ムッシュはあそこにいるから、まずこれ。で、2番目にエースが来るようにこう拾う。ドックン。あ、ちょっと待って。まずい。で、これ。で、こう拾う。OK。で、次は3番目にいいカードが来るようにこう拾う。なんでやねん。なんでやねん。全然思った通り引かへんわ、あいつ。あ、やばい。なんか、いっぱい溜まっていってる。ギリギリドックンやべえぞ。ルーズ。本当に彼らが君が褒めて支えていた二人組なのか。君の財布は私に感謝するべきだな。やばい。うわ、もう40しか、40が最低やんけ。お金なくなる。俺が巻き上げられてる。ちょっと助けてください。うまくこれをこう拾ったらいいんやろ。あ、ここはいける。で、こう割った時にこう拾ったらいいんやろ。逆なのよな。逆に拾うのよな。意味がわからへんのよな。ああ、ちょっと、あ。またイカさんもやっているな。確かに、これでは金を渡すわけにはいかないな。次回はもっとうまくやってくれ。さよなら。向いてませんでした。帰ってきた。え？ただの失敗？てかお金なくなったで。30しかないで俺。これもう一回行くってやると、前回のトゥールーゼの訪問はひどい結果に終わった。今度はしっかりやらねば。もう挑むしかないのか。てかお金がまず全然ないんですけど。伯爵、またイカサマをしているな。あなたを喜ばせようと思いまして、我らの友人をイカサマしというわけだ。刀あかんやな、とりあえず。俺30しかないやんけ。俺30なくなったらどうなんやろ。4枚目に
A カードが来るように、まずはこの辺拾って、でエースだけを拾う。その時点で怪しいけどな。これをとりあえず、難しいなマジで。これを拾って、3枚組のやつはこれをこっちに押すと、なんで俺の違うの拾うんかなマジで。もう、いや、このルールいいわ。全然思った通り拾ってくれへんわ。無一文になりました。カードに恐怖を覚えてきたか。残念ながらまだまだだな。君は限るのが恐ろしくなってきたか。ああ、こうなったらどうなるの。さらばと伯爵、建物が出すのはまた先になりそうですな。それではまたお会いしましょう。お金なくなったね。ゼロ。こうなると、あ、なんか出てきた新しいの。納屋。我々はろくに金がない。だが私に考えがある。キャンプで教わったトリックを覚えているか。スリーカードモンテ。なんとなく。それはよかった。我々は数時間後にあのトリックを使うこととなる。ん？我々はカードの勝負をすると言ってヤジ馬を引きつける。誰かがやってきたらそのものを促して勝負させる。向こうにある程度勝たせ、我々もある程度勝つことで賭ける金額を上昇させ、十分に財布が満たされたらそこで去る。うん、要は相手に疑われないようにたまには負ける必要があるということ。そこはお前の判断に任せるからしっかり気を配っている。あ、難しいことさせますね。じゃあクイーンさえ見つけたら金が倍になるのか。わかった、挑戦してみようじゃないか。せこい感じ。ここは普通に騙していいんじゃない。トリックを使う。はっ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 、ほい。これでなんとなくチェンジ。こんなの簡単だ、これだな。残念でした。クソ、絶対あれだと思ったのが。もう一度かける金があれば絶対に打ち負かしてやれるのに。誰か私に代わってこの小僧に凝魂を叩き込んじゃくれんかね。お、乗ってきた。かけるからもう一度今のやってみろ。10でいいか。マイナスなんでんね俺。は失敗できないよ。トリック。大丈夫？大丈夫？心配。同じ感じで。これだな。残念でした。うい。間違えたか。こんな遊びで金を失うわけにはいかねえ。女房に釜茹でにされちまう。お、もう一回。この小僧はあまり気が進まないようだな。少し金額を上げてその気にさせたらどうだ。お、倍の20かける。いいでしょう。今度は絶対に勝ってやる。トリックを続ける感じでいいんかな。ティロン。トリック。はい。はい。失敗は許されませんよ。じゃあ今度はこう変えてみましょう。これだな。何？残念。ちょっとずつ疑われ出してますけど。負けを取り戻すチャンスをくれ。ああ、乗っかってくるね。一戦もいいぜ。たまには負けなあかんとか言うてるけど、まだまだトリック使っていくよ。はいはい。でこうだ。これだな。残念。6引くのめっちゃうまいな逆に。お前、あ、なんかめっちゃ疑われてる。お前イカサマをしてるだろ。俺を騙そうとはいい度胸だ。金を返しな。
じゃねえと俺とダガーがぶっ刺さることになるぜ。あちょっ、あ、痛い。あ、ドゥーン。え、あ、え、続行。あら、なんじゃ。あ、動ける。ん、座れるぞ。こっち座ろう。あ、なんか出てきた。死神。お前は王か、それとも王子か、皇帝か。何それ、違うのか。ならなぜ勝手に私の王座そうなの。あ、すいません。うん、ブチ切れたろ。逆切れ口に出して話せるはずだ。え、そうなん。本当だ、話せる。あ、喋った。一体どうして。私の王国のルールは私が決める。お前は天国にいるのだ。あら、それはダガー刺されたもんな。そうではない。お前の命は一本の糸によって繋ぎ止められている。お前の魂は驚くべき素材で作られており、甘く熟している。ね、その例え。私はその形を意のままに変えることができる。僕の魂に触れないでくれ。触れないさ。そんなことはするべきではない。私にはそれ以上のことができるしな。ああ、いいか。お前の世界を変えることはできないが、お前を元の場所に戻してやることはできる。へえ。ていうか、お前お皿に乗ってんやな。顔お前が破滅を迎える前にいた場所にな。ほら、これがお前が死ぬ前に持っていた金額。いや、ゼロですよ。当然ながら、ただでお前の命を復活させるわけにはいかない。だろうね。いくら欲しいの。時間を教えろ。今は11時36分だよ。ん？それは単なる数字で時間ではない。時間そのものを教えることなんてできないよ。ならお前の魂を食べるしかないな。待ってくれ。君はカードを使った勝負は好きかい？は？ああ、好きだ。よし、影の遊戯とシャレ込もうか。ん？お前が勝ったら魂を食うのはやめる。そしてお前にもう一度生きるチャンスをやる。何これ？え？エース。何が？ 3、2、1。 いや、ルールわからへん。え、ここ。ぽい。お前の勝ち。全然わからへん。こんなにも早く送り返さればならんとは残念だよ。だがお前のことだ。きっとすぐに戻ってくるだろう。それまでの間はさらばだ、若者よ。なんじゃこれ。あ、どうも。ダガー刺されたけど生きてました。あ、ここはどこ。これから愚か者たちを騙しに行く。え、ダガー刺されたのに乗せてくれたな。あ、心配したぞ。お前はまだ発作を起こして倒れた。あ、気分はどうだ。一旦やえち。いや、大丈夫です。どこに向かってんの。あ、なるほど。死んでもうたら、そこの前のところに戻される的な、そういうことかな。あはん、あはん、あはん。今回はトリック使ってません。なので、この時点ではサンジェルマンがクイーンを引いてくる。ああ、俺なら簡単に稼げるな。ふむ、面白そうだ。ってことで乗っかってきました。最初に負けてやった方がいいんかな。一回ここはノートリック。でもこうすると俺負けるぞ。お金ないから払えへんと思うんやけど、大丈夫かな。これだな。引かれました。お金がなくなりました。そんなに難しくねえな。じゃあ金をいただくぜ。あ、いや、またれい。簡単に勝てるならその価値をもっと大きくしたらどうかね。小僧から絞り取ってやれ。さあ、こっからだ。こっから。資金が足りませんって出てましたけど。
いいんでしょうか。はは、はで、こっからはトリックを使っていく。ティン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 、あ、いい、当ててみろ。ん、これだな。残念。グーッド。で、こっから負けを取り返しに来るけど、がっぽりその金いただいてやるぜ。んー、トリック、さっ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 、どうよ、当ててみろい。はい、残念。で、なんだと嘘だろ。もういい、ここまでだ。この調子で続けたら俺は家なしになっちまう。あ、これで一応、あ、出ました。一応50円お金があります。これでいけばいいのかな。カフェリベンジここマジでいける？スキップとかはないんだね。あ、じゃあ連打。あ、ミスった。練習とかしてもうた。あ、もういらん。あ、もういらん。練習いらんどうせわからんのよ、やり方。ほら、狙った通りに全然カード回収できひんのよな。一生無理やで、これ。これまた練習一生しなあかん。でも本番で失敗するようなこの感じやと真面目に練習しようか。このちゃうわ、これ2枚目にあいつに持ってかなあかんから、2枚目にあいつに持ってこうと思うと、これを、これとどっちでもいいよね。これでスティックを右に倒すか左に倒すかしか選択はできないのよ。これで右に倒すとクイーンが持ってかれる。これを左に倒すとで、次3枚目ちゃうわ。まず一旦これ拾っといて、さあ全部同じパターンで、あ、ちゃうわ、これやったらどっちでも強いカードいくか。2番目に強いカード、エースかジャック、右を倒すとジャックがいくこれが本番でできればいいんやけど。てか、そもそもお前らは何の、休む、何のカードゲームをやってんの何のカードゲームをやってることで勝利してるの。さあ、こいつらとまたリベンジマッチでございます。20、まだお金がありますわ。さあ、これで4番目に強いカードを持っていかなあかんから、これ選んで左、なんでやねんなんでやねん、なんで逆から拾い上げるとかそういう意味じゃないのか。偶数と奇数でなんか違うんかな。全然思った通りにやっぱ拾い上げてくれへんのよな。で、お前は強いカード2枚持ってんのに負けんやもんな。うん、ってことで全額。これで負けたらもうやばいぞ。
まずはこの辺のどうでもいいカードで、2枚目に強いカードやからこれを左に倒す。なんでやねん。もうわからんわ。やっぱ偶数と奇数でなんか違うんかな。全然思った通りに拾い上げてくれへん、マジで。これまたお金なくなるわ。これまた悩に行かなあかんのかな。さらばまたお会いしましょう。帰ってきた。お金なくなったら悩に行くシステムなのね。またしても金欠。ここでは3カードモンテしかやらへん感じなんかな。トリック。難しいな。トントン。はい、残念。わざわざ身内を騙していくやつ。どうも。こいつは最初負けといたらいいよな。はいはい。最初はトリック使いません。ほい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 。いや、まさかこいつに刺されるとは思わなかったからね。正解、すごいじゃない。で、一旦油断を刺しといて、このゴントランってやつは前騙されたことをもう覚えてないんだね。トリック。はい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 。とりあえずこいつからまたお金を巻き上げて、疑われてもとりあえず50円貯まるまでは同じことをやり続ける感じ。すん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 。別にパーフェクトとグッドで何かが変わるってわけではないんかな。疑われる度合いが変わったりするんかな。オギー、これでまたよし、小金がゲットできたからカフェリベンジ。マジでこれむずすぎるんですけど。もう行こうぜ、買ってやる、絶対に。さあ何回目や。30ぐらいで、4番目やね。4番目のあなたにいいカードを持っていけばいいから、こうでしょあれなんで思った通りにカード拾ってくれへんのかな。おかしない、なんかもうこれ何回も成功無理じゃん。成功できるように作られてます、このゲーム。ここ勝たなやばいぞ。またやぞ。
で4番目にいいカードを持っていく。よし、ここも同じ要領。なんでやねあれ同じ感じで俺拾ってんやけどな。ちょっと意味がわからないな、マジで。勝てへんで、こんな法則が法則が崩壊してませんか。はい、じゃあまた納屋でお金稼いでから帰ってきます。さあ帰ってまいりました。あれからお金貯めてちょっと練習も20分ぐらいかけてやったんですけど、全然法則未だに分かりません。なんだこれは。もう感覚でいくしかないぞ。4番目にあいつのところに、おし、いけた。で4番目にまた、あー適当にこの辺取って、2番目に、あこれ難しいな。2番目にあいつにやから、これでいける？うわ、いかへんわ。もうマジでわからん、マジで。どっちにスティック倒しても毎回違うんよな。なんかまた俺悩いってお金貯めてこなあかん。まあ、練習でも10回に1回ぐらいしか今のとこうまくいってないからなまぐれが怒ってくれないと今のとこいけない感じになってるからな。全額いく。4番目でしょ。4番目にやから、まずこの辺のイランカード拾っといて、ここにジャック単独があるから、よし。で4番目にやから、こうで最後もう一回4番目に、あーどっちや、スティックどっちや、これこう。オッケー、きた。初めて勝てる、初めて勝てるぞ。シャッフル、うん、陰軸、うん、シャッフル、うん、シャッフル、うん、シャッフルで、あん、あん、ぽい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 、ウィーン。もう帰ろう、もうこれで十分よ。どこで仕込んだのか全く分からなかった。大した腕前だな。質問してよいかな、何なりと。貴殿の目的は金を稼ぐことか、それとも相手を騙すこと自体に喜びを見出すのか。いや、お金でしょ。どちらでもありませんな。私にとって一つ一つの勝負は建物を建てるためのレンガ作りのようなもの。より大きな計画の実現のためにトリックを駆使しているわけです。忍耐強くじっくりと戦うことで、やがては太陽も騙してみせましょう。何を言うとんねん。あなたもそうでしょ、ムッシュ・ボルテール。一文字一文字書くことでアイデアを一つ一つ形にしている。世界が変わる時を待ちながら。何何、まだやんの？は40からしかいけない。バレるって。4番目にいいカードが来なあかんから、まずはこの辺のいらんカード拾って。で、これ真ん中にあるから、どっちから行ってもいい。で次3番目にいいカードが来なあかんから、こう。はい、逆、はい、逆、はい、もうわからんはい、もうわからん。もう一生終わらへんこれ。あ、バレる。いや、バレる前に、バレる前にっていうか負けてるけどな。負けました。カードに恐怖を覚えてきたか。やべえよ。あれ、またお会いしましょう。レンチャンで勝たなあかんの？おい、終わらへんやんけここ。あ、マス
間違った、また練習とか選んでもうた、もうもういいですあー連打するんじゃなかった。はい、とりあえずやってまいりましたマジでもうこれうまくいく気せえへんで、攻略法教えてくれ。お金もうかけるしかないもん。4番目にいいカード、こうでしょ。 OK で4番目にいいカード、こうでしょ。 OK で適当に3枚取っといて、このキングだけ回収。こんなカードの回収の仕方してたら絶対怪しまれると思うんやけどな。あ、やばいやばい。はい、急げ急げ急げ。とりあえず、OK。これで一勝。あ、とりあえずの一勝。OK。行こうぜ。二勝目。ちょっとあんまりお金かけれへんわ。また4番目か。適当にいらんカード引いて、こうして、で、うわ、こっからむずいな。いらんカードを引いて、いや、今回組み合わせが悪ない？これならどっちでもいいよね。で、1、2、3番目にいいカードは、これでいける？よっしゃあ、急げ急げ。陰軸して。シャッフルシャッフルシャッフル。ああ、もう、やり方よくわかってないけど。ああ、もう感覚だけで、勘だけで今やってます。はい。これはもう芸術の域だな。もう一勝負やめてくださいこれは感激に金を支払うようなもの。実はアンコールも用意しておりまして。いいって、去るって、いや、去ったらまた最初からとかなりそうやから、こう OK。 1枚、いや、2枚いらんのを引いて、で真ん中にいらんのじゃなくていいやつが来る。で次は3枚目、あ、これもういた。今回カードの組み合わせが良かった。 OK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  来た。陰軸、シャッフルシャッフルシャッフル難しいな、イカ様はな。はいはいはい、勝ったぜ。残念ながら、これ以上この試みに付き合うのは高くつきすぎる。執筆に戻ることにするよ。ありがとう、楽しませてもらった。太陽が騙される時を楽しみにしている。そんな時は来ません。あー、よくわからんけど行けました。だいぶ苦労しましたあー、まさかのちょっと今回死神戦がありましたけど。じゃあ次の館、館のところはまた次回頑張っていきたいと思います。それではまた、よろしくどうぞ。